じゃあまずね、これさ、当然あのエチュードってわかる練習曲でしょ。だから指の練習なんだけど、だけど絶対になんていうの、ハノンとかと違って音楽的に楽しい曲だよね。だからこれもうちょっと後で楽しくするためにもしっかりと指を上げて弾いてみよう。ここからどうぞ。1、2、3、はい。この長さね、まずは練習曲風なことから話しよう。練習曲だから、粒を揃えなきゃいけないとか、テンポがどうのこうのとか、そういうことをまずやらなきゃいけないじゃん。左手の8分音符の長さ全く一緒にしてくれる？左手絶対ちょっとスタッカートにしてるよね。音符の短さとか音一緒にしてくれる？どうぞ。ナイス、よくなったよくなった。じゃあね、今度和音が3つの音でできてるとき、3つの音だから当然大きいよね。今度和音が2つの音になったとき、これが同じ音になるようにして、ちょっと左手だけやってみよう。せーの。OK。フォルテとか大きな音の出し方ってね、力じゃないってもういつも言ってるよね。まあ脱力だよとかいろんなこと言ってる。タイミングがすごく大切な、こういう時は。いつこの指をね、鍵盤の底に瞬発力、一瞬グッてできるか。それちょっと考えてみて。一瞬だけど、本当に一瞬なんだけど、ちょっとごめんね、肩。グッこんな感じ。いい。でも、グーはダメね。常にリラックス。一瞬だけ。どうぞ。もうちょっと大きい音。OK？ もう一回？ナイス。じゃあ、それ、今リラックスしてる、完璧。グッ。一個一個よく聞いてよ、先生の番ね。じゃあ今度2つになるよ。音負けてないよね、3つのに。はい、どうぞ。ナイスナイスナイス、グイグイグイ、すごくよかった。こうちゃんの音の方がちょっと小さめに聞こえるのは、こっちのが全然いいピアノだからな。すごく丸いいい音のピアノなの。こっちのが悪いピアノではないけど、そっちのピアノに比べてちょっとキンキンとした音がする。いい。OK。じゃあ今度両手でいくよ。先生まだ機械的なことやるからね。伴奏とか全部忘れて、とにかく左手頑張って。せーの、瞬発力。してって言ってすぐにできるようになったね。ナイスナイス。こうちゃんね、首から力が入る癖があります。いい。それこうちゃんだけじゃない、いっぱいいろんな人がそうなの。それ気をつけて。いい。とにかくここら辺が硬直すると、ここら辺が動かなくなるから、ここら辺が本当にリラックス。首から硬直するのは正直言ってすごいいいことだと思うんだ。すごく集中してて何かをしたい。で、その力がここに集中してるのね。いい。それいいこと。集中してるんだから。これをここに持ってこれるかな。ここじゃなくてここなの。いい。だから何かがちょっと集中する。なんかその力が集中するところがここじゃなくてここになります。ちょっとさ、
一回さ、柔らかい音でもいいから、ここ絶対に力入らないで、もうこの本当にもうブラブラで、変な柔らかい音でいいよ、こんな感じ。でも力が全然入ってません、ここ。できてる、できてる。なんかだったら肩の無駄な動きがなくなったよ。これを少しずつ音大きい音にしてみようか。じゃあ今のがピアノだとピアニッシモだとしたら、今度ピアノでやろうか。ここから上は力入れちゃダメ。めちゃいいじゃん。ちょっとだけ力入ってきたよ。ダメダメダメ。ちょっとだけ力入ってきた。気持ち悪いね、なんか考えると。でしょ。でもそれを少しずつ考えて、これがどん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 ここに来れるようにして、そうするとね、どんなに早く弾いてもここなんじゃなくて疲れない。それだけじゃないんだよ。ここに力が入ってないから、瞬発力、一瞬のこれがここに来るわけよ。すごくいい大きい音が出しやすくなります。えっ、あれ、それは結構ね、ゆっくり少しずつ直していかないといけないと思います。OK? じゃあ、またさっきやってることに戻そう。もうちょっと大きくして。1、2、Ready、Go! すっごいいい音。ブラボー。さっきと全然違う。これを一個一個やってきて。今1行しかやってないでしょ。2行目も同じことやってきて。OK、 2行目一緒だよね。じゃあ次行こう。これはいい。そこからどうぞ。フォルティッシモのところ。また首から力が入る。ちょっとごめん、これね。首から入ると、どうしてもここで力が止まるところもある。絶対に手から手に行ってるんだけど、ここで止まってるのがたくさんあると思う。ここリラックスして。すごい音だった。 OK、 右手と左手が同じことをしてます。早めのリズムで同じリズムを弾いてる。どっちの手に集中する？マジかいな。何年間先生と勉強してるんだよね。そう、左手、絶対左手だからね。はい、じゃあ左手に集中していくよ。せーの。元気にするってつもりで、この人がリーダー。ナイス、オッケー。こういう中くらいとかゆっくりめの練習で、こういうふうに少しずつものすごく集中して練習してください。オッケー、楽しもうか。どうしようかな。1、2、3、はい。丸め方が自然になってきた、なんか。OK。